頭皮するときは髪を洗った後に髪だけ先にバーってドライヤーで乾かして、頭皮がまだちょっと湿った状態だと、もうそのまんまこの髪の頭の方に、今ちょっと濡れてないのでもう感じないですけど、すごく右と左で強さを違いを感じたり、ね、だから右脳と左脳どっちを使ってるかとか、どっちの頭が硬くなってるかとか。唇が。あうーん、あうーん、あうーんってなりました。いやー、すごいすごい。これ何、さっきと強さが違うんですか？今強くした。すごいですね。わかりやすいですね。今でこれ何ですか？8？ 6？ あ、6？ うん。すごい。セルフで。セルフ。セルフで簡単です。結構目元きてる。ピクピクしてますね。上にこう、くってね、上がるからいいね。なんか、ちょっと、変顔大会してるみたいで嫌だけど。おでこきてます。ありがとう。なんかね、血行が多分良くなってるから、筋肉ね動かしてるから、だから、もうここの広さが反対と違う。本当にくって上がってると思う。反対側ね、まあ、こうのぺってしてますけど、たるみね、のぺってしてるけど、これこれ、こっちは、どうでしょう。簡単なのがいいですね。そしてね、口角の上がりが全然違う。顔も軽い。わかりますね。本当に頭もそのままね、頭をしていったら、そうそう、ちょっと頭ができない、お見せできないのが残念ですけど。